文章の読解法には次の5つのポイントがあります。1、対比差異、2、言い換え繰り返し、3、因果関係、4、意味段落、5、要約です。大学生の頃から家庭教師を5名以上担当し、大学受験予備校での経験も30年以上あります。オンライン指導での工夫もこの5年間で十分身につけています。読解力は読書量が重要と勘違いしている人がいますが、5つのポイントを意識すれば10回ほど真似をしてくれたら誰でも正確な読解力が身につきます。読解上のポイント5つと回答上のポイント5つをいつも意識しながら図解で文章を読み進めていきます。世界中で多くの人が使っているオフィス製品にデフォルトで用意されているいくつかの図を使って誰もが正確に文章を把握できるように指導していきます。図解で把握することで選択肢の意味を理解し、引っ掛けの選択肢が分かるようになります。図で考える人は仕事ができるという名著に代表されるように、図解で物事を把握していく能力は大人になってからも役立つものと信じています。正確な読解法を身につけ、現代文を得点源にしていきましょう。